仙台空港アクセス線が発着する JR 東日本仙台駅3.24番線ホーム仙台空港アクセス線が発着する仙台空港鉄道仙台空港駅のホーム仙台空港アクセス線は宮城県仙台市青葉区の仙台駅と道県名取市の仙台空港駅を結ぶ鉄道路線の愛称であるマスメディアや沿線開発の CM では 仙台空港アクセス鉄道と表現されることがある。仙台市都心部と仙台空港とを最短17分で結ぶ鉄道路線であり、次の2路線から構成される。JR 東日本及び仙台空港鉄道が仙台駅仙台空港駅間で各々列車を運行している。2007年3月18日の仙台空港鉄道仙台空港線の開業に伴い、 案内状の名称として設定された。仙台空港線は全列車が JR 東北本線に直通し、仙台駅仙台空港駅間の運行を大前提としていることから、JR 東北本線の区間でも仙台空港アクセス線として仙台空港線と一体化した運転系統上の相性を設定した。したがって、 仙台空港アクセス線は JR 東日本と仙台空港鉄道の2社の路線にまたがって付けられた愛称である。仙台空港鉄道が JR 線区間を第二子鉄道事業として営業しているわけでないため仙台駅仙台空港駅間など名取駅を越えて利用する際の運賃は JR 東日本と仙台空港鉄道の2社合算となる。全区間が IC 乗車カード、追加の仙台エリアに含まれている。青春18切符、週末パスは、仙台空港アクセス線のうち JR 東日本の東北本線仙台駅名取駅間のみ、利用可能で仙台空港鉄道仙台空港線の名取駅、仙台空港駅間は利用できない。すべての列車が仙台駅仙台空港駅間の運転である。 列車の運行時間帯は5時台から23時台までであり、概ね1時間に2から3本が運行される。途中など駅にのみ停車する、快速列車が1日3往復運転され、それ以外はすべて各駅停車である。車両は道路線専用車両として、同一仕様の JR 東日本 E721。 経営500番台電車と仙台空港鉄道の SAT721 系電車が使用される。ごく稀に JR 東日本の E721 系0番台や E721 系1000番台が臨時列車及びダイソーで使われることがある。2010年9月24日、同年12月4日より快速列車を4本から半減させること、朝の時間帯の運行の増加。 混雑する時間帯の列車を4両化することなどが発表された。2016年12月16日、2017年3月4日より、快速列車を2本から1本増やし3本にすること、始発列車の繰り上げ、最終列車の発車時刻繰り下げなどが発表された。2020年度上期より、さらなる輸送力増強を図るため、 日中の2両編成の一部列車を4両編成化して運行している。なお、新型車両の増備に関する言及はなく、従来車の運行形態を見直して、車両の年出を検討するとしている。2020年12月18日、翌2021年3月13日より、快速列車を現行の3往復から1往復に縮小すること、一部時間帯における、 発射時刻の統一などが発表された。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震による津波で大きな被害を受けたため全線で運転を見合わせた。7月23日より、名取、美田園間で運行が再開され、10月1日には全線で運転を再開した。これにより、美田園仙台空港間の代行バス及び、 仙台駅東口仙台空港間のシャトルバスの運行が終了した。仙台空港線が起点駅から終点駅の順になるように記載。列車は仙台空港行きが上り列車、仙台行きが下り列車となる。ありがとうございます。